おはようございます。前回ね、2匹、立て続くに桜マス57、58、釣りまして、証拠りもなく大関のとこですね、関のとこに来ております。下流です。草がね、もう腰ぐらいの高さまでね、育ってます。今日もね、10台ぐらいの車ありますね。また前後に釣り人がいます。ここしか空いてない。なんでここ空いてんのかな、わかんないけど、ここはここしか空いてないということで、ここで勝負します。空いてるとこでやるって、前回も空いてるとこで、今回も空いてるとこで、そんな感じの釣りです。もちろん来る時間がね遅いんで当たり前ですけど、選択の余地はありませんがじゃあ空いてるとこで早速やります。もう下におりますね。じゃあここで始めますね。さあ6時半スタート。地合い、早速ですけども、地合いはね7時半予定してます。じゃあ6時半スタートします。第一投、いいね。この山がこういう風に見える、映るっちゅうぐらいの感じがいいんだよね。いやー、今日釣れちゃうかも。今日釣れちゃうかも、釣れちゃうかもしんないよ、今日。すごいもん、条件。条件が整ってる。私的に好きな条件が整ってます。今、ライズした。わかんないけど、何かは。何かはわかんないけど、ライズしたね。桜かな、あれは桜じゃねえな。今のは小さいもんね。パチャンだもんね。下流でライズしたのは分かんない。ひょっとして、ひょっとするかもしれない。前回は手前で一匹、あとは本当に大きめで一匹。手前で1匹、大きめで1匹だったね、前回ね。おお、あのライズは分かんないぞ。桜かもしんないよ。ライズしてるね。桜かなんか分かんないけど、ライズしましたね、上流。お、あれは、あれは桜っぽいな。あれは桜っぽいな。今のライズは桜っぽいよ。いやー、今のは桜っぽいね。上がってるね。絶対。今のは桜っぽかったな。間違いなく桜だよ、今の。あのライザー違うな。濃いだな。あ、桜だ。桜でした。桜マスだ、今の。目の前で。やーべえ、桜マスだ。完全に桜でしたね。桜マスでしたね、今。今の完全に桜マス。
桜松でした、今のは。はい、桜松上がってました。いや、黙認しちゃった。やべえ、もう完全に動画に撮れちゃったな、今な。完全に撮れたね、今ね、動画に。いや、やっぱり桜松、さっきのだって文字、桜松の文字だったもん。今のも分かりましたよね、イルカ見たくね。あれが桜松の文字だよね。捕食してるときはジャバッてなるかもしんないけど、普段はああいう文字。ああ、上がっちゃいましたね、桜松今一匹。やっぱりね、上がってたね。完全に見ちゃった。完全に見ちゃいましたね。そこでしたね。桜のもじり見せられました。ほら、今のは分かんない。今のは違うかも。今のは違うかもね。ジャバじゃないから、モコだから。モコモコって、そういうライズだから桜は。やばい、そんなに沖じゃないもんね、もじってんのね。上がってるってことだよね。だから時間的にもうこのぐらいだもんね。そろそろ地合いだもんね。大体大体地合いだもんね。ね、姿見ちゃいました。なかなか釣れない魚だからね。本当に上がってんのっていう感じになっちゃうからね、釣れなかったら。釣れてる人は上がってんの分かってるけど、それともう黙認してる人はさらにね、上がってるよみたいな分かるけどね。見てない人、釣れてない人はね、全く無の状態で、分かんない状態でやってるから、そこら辺の差って大きいよね、多分。目を凝らしてね、しっかり見てないと、注意を払って見てないとね、ダメですよ。もう完全にあれだったらカメラに入ってんだ、画角の中に。まあ目の前だもんね、だってね。目の前でライズする、やべえな。あのライズしてるってことは魚上がってるってことだからね、今。その時に釣んないと。やっぱり群れで上がってきてると思うから、群れで上がってると思うからね。ライズしたっていうことはもうその時にもう釣んないとやばいよ、釣れないよ。やっぱりもう6時、今6時57分、6時57分ということは多分さっきだから50分頃、6時50分頃に目の前でライズされた。目の前でライズっていうか、目の前で背中出されたね、向こうって。ねえ、地合いなんだよね。だから7時っていう地合いがね、ぴったんこだよね。その前も上流でね、一回あったけど、でもあれはジャバって言ったからね、どうかわかんないんだよね。いやー、参ったな。背出し見ちゃったな、サクラマス。
まあ、せたしっていう言い方いいのか悪いのかは知らんけど、見せられちゃったね。しかも目の前で。ここら辺だよね、せたしあったのね。ぴったんこに合わなかったか。ぴったんこで合えばな、ヒットしたのにな。くそ、やべえな。これまたちょっと動画で紹介しようかな。まあ釣れないとしても、釣れなかったとしても、これ動画で出した方がいいな。完全に映ってんだろう、獣せたしは。やっぱり地合い通りだったな。まさに今地合いだからね、真っ最中。うわ、見てね、今のライズは。今のライズはちょっと見てないな。なんかおとなしいから今のもサクラマスかもしんねえよ。そこだった、そこで今ライズしたけど、映ってっかな、映ってねえかな。映ってそうだな、なんか映ってそうだね。画像に残ってたりして、私は見てなかったけど、静かなライズだったもんね。ああいうのが危ないんだよね。ジャバッと言わないライズ、あれ桜マスかもしんねえよ。入ってねえかな、ギリギリ入ってねえかな。ギリギリ入ってないかもしんないな、画角の中に。ライズの何ライズの位置はね、そこら辺。うん。ライズする場所的にはね、さっきと同じ上流だったけど。やべえな。上がってるよ、これ絶対もう。結構上がってるよ、魚。上がってんだね。ゴミかかってるな。あれ、おかしいな。多分ゴミ引っかかってる。ほら。おかしいなと思ったっけ。
うわ、人いないのに、誰も。誰も人いなくなっちゃった。人いないのに釣れないの？邪魔して、邪魔する人いないのに。マジで。やばい。地合いが過ぎちゃうよ。地合いが過ぎちゃいますよ。頭見えた。なんとまあ、やばいな、今日は。ずいぶん引いてきちゃったなぁ。すごいいい感じなんだけどなぁ。感じなんですけどね、ずいぶん引いてきちゃったね、もうね。これ以上引いちゃうとな、難しいよな。何時？7時20分ね。ちょっとね、もう地合いすぎてんだよね。地合いすぎてるっていうか、まあ地合いの外れかもしんないけど、そんな感じだよね。顔だけ見せられちゃったな。ダメかな、今日は合わなかった。今日は合わなかったかな。ちょっと合わなかったかもしれないな。タイミングが合わなかったかな。ちょっと上流に地合いは大切だな。地合いでモコってたもんね。地合いにモコっとされる。さすが。さすがだね、本当に。地合いは大切だね。桜麻酔。まあ、何の魚でも同じなんだけどね。予報通りだな。追い風になったね。予報通り。
ということで今日来たんだけど、予報通りだね。多分さざ波立ってこっちが立ってないから、ルアーがこっち来た時に魚見えてんのかな。そういうことなのかな、よくわかんねえけど。すごいピューンって飛んでった。糸鳴りして糸がヒューンと音鳴りながら、落としながら、音を立てながら飛んでったね。追い風だとこうなんだよね。まだ地合いが外れてるわけじゃないから可能性はまだあるよ。いい感じなんだけどな。これもうちょっと潮引いたったらもう完全にもうやばいわ、終わりかも。もうちょっと潮引いちゃったら終わりだよ。その前に釣んないと。まだ大丈夫なはずなんだけどな、地合い的には。ゴミか。ゴミっぽいな。わかんないからね。チェイスした時のあのうわんってなるあれの時もあるからね。なんか今そんな感じもしたんだけどね。あの尻びれでこうはたかれた時の感じ、うん、チェイスした時のね。あれは渓流やってる人じゃないと多分わかんねえだろうな。あのチェイス、ルアーの後ろで右左に動くんだよね、ヤマメって。それがね、ルアーにグッとこう来るんだよね。重くなるっていうかね。なんかまさに今のそんな感じで、わかんないけどね。これゴミの場合もあるからね。さっき見たくね、あの葉っぱみたいなやつ、うん、でも葉っぱだとするとね、なったらね、多分ずーっとそのまま引っかかってるはず、うん、引っかかっちゃうから普通はそうなるんだけど、一瞬だけでなるっていうのはね、ちょっとわかんない。でも枝の時は一瞬かな、一瞬っていうか、うん、難しいよね。まあそう思いながら、魚と思いながらキャストしています。そんでないとやってられなくなるからね。7時50分、うん、ちょっともうやばいね。もう望みがないかも今日は。サクラマスの背出しだけ見せられて、うん、ちょっともう無理かな今日は。なんかそんな感じがするね。まだ望みは立ってないけど、あと30分ぐらい、この間に釣ればね、いいけど、釣れれば。もうギリだね。ギリギリもう外れる時間帯ですよ。残念だな今日は。
いい感じ。桜間さん上がってるのは見えたんだけどな。やっぱり条件が合わないとこれだよね。唯一の条件、桜マスとの条件が合ってない。あんまり魚上がってないってことかな。そうすると数的には今日それも言えるよね。数いっぱい上がってるうちの1匹ぐらいは釣れるのかもしれないけどね。数少ない時はいまいちなのかもしれないな。それもあるよね。だってね、連続でここら辺でね4本ぐらい釣れちゃったらね、それしか考えようがないよね。あの時は相当大群上がってきてたんだな、多分な。だからかかってんな。それはあるね、それはね。大群の大きさ、それはかもね。かもしれない。今日は単発だったのかもしれないな。背出し見たのは、まあ、そういうのもあるね。確かにね。今日はね、それを教訓にね、勉強の一つとして、まあ、動画にちょっとね、YouTube アップした方がいいかもしれないね。あの背出しはいいね、すごいね。多分あれ映ってると思うんだよな。背出しあれは映ってると思う、完全に。あそこら辺近辺上がってきてるんだね。ラスト一投です。ラスト一投、はい、終了です。ありがとうございました。ダメでした。背出しだけ、桜マスの背出し、ライズだけ見せられました。ありがとうございます。